レナード・エム・スターン・スクールの経営大学院である。スターン・スクール、または、スターンと呼ばれる場合が多い。スターンは、1900年に設立された、世界最古のビジネススクールの一つだが、現在では、全米トップ10のビジネススクールの一つとして知られており、卒業生は、ウォール・ストリートの金融機関や、大手コンサルティング会社、エンターテイメント業界まで幅広い分野で、 活躍している。特に、フィナンシャルタイムズが発表する、MBA ランキングのファイナンス部門において2年連続で、世界1位にランクするなど、金融分野においては、世界屈指の評価を受けているが、マーケティングやアカウンティング等の分野についても高い評価を得ている。スターンの MBA プログラムでは、ファイナンス、コーポレートファイナンス、マーケティング、 ストラテジー等の伝統的分野に加え、エンターテインメントメディア関連、ラグジュアリーマーケティング、デジタルマーケティング等、合計21の専攻分野が提供されており、金融分野以外における学生のキャリア形成にも幅広く対応している。また、世界経済の中心地であるニューヨークの中心部に、校舎を構えることにより、実業界と強い関係を構築していることも、 同行の特色の一つである。スターンは世界の MBA プログラムの中でも最難観光の一つであると言われており、ジマット及び GPA の高得点が必要とされているのジマット平均点は721点、ジマットレンジは680から750点。スターンは1900年にニューヨーク大学の商業、会計、 金融学部として設立され、1916年より、フルタイム、パートタイムの学生向けに、大学院教育が開始された。なお、1950年から1971年に、かけては、ピーター・ドラッカーが、マネジメントの教授として在籍していた。1982年には、エクゼクティブ MBA プログラムが開始された。 1988年に卒業生である、レナード・エヌ・スターンから3億ドルが寄付され、現在のレナード・エヌ・スターンスクールに改称された。2010年に、現在の学部長であるピーター・ブレア・ヘンリーが、第9大学部長として就任した。2011年に、同校教授であるトーマス・サージェントが、ノーベル経済学賞を受賞しているが、3人ものノーベル賞受賞者が、 現役教授であるビジネススクールは2012年現在においてスターンのみである。ヘンリー・カウフマイ・マネージメントセンタースターンは全米トップ10のビジネススクールの一つとして位置づけられており、また世界の MBA ランキングでも常にトップ15またはトップ20にランクインされるなどアメリカを代表するトップビジネススクールの一つとして知られている。 特に、アスワスダ・ラモダランやエドワード・アルトマン、ロバート・エングル等の著名教授や、ロイ・スミス等のウォール・ストリートの実務家教授、講師を多数要するファイナンス部門は、世界最高の評価を得ている。また、ファイナンス分野以外にも、アカウンティング部門及び、マーケティング部門において、それぞれ全米8位及び9位にランクするなど高い、評価を得ている。 US ニュースフィナンシャルタイムズエコノーミストスターンのフルタイム MBA プログラムには世界各地より毎年約400名が入学している。クラスオブ2021ありがとうございます。